ね。やったぜ。インスタ今投稿しました。珍しい髪型してるのでよかったら見ていいねとコメントしていただけたら嬉しいなと思います。楽しかった。もうちょっとしたらね、ゲリラだからもうちょっとしたら配信します。あ、間違えた。お話ししようかな。でもちょこっとだけにします。今日はね、イコタイムだったからしっかりメイクしてる、ちゃんと。こんばんは。よいしょ。インスタ見たよってありがとうございます。ひよさん、ありがとうございます。ゲリラ、ゲリラです。すごいね、今汗かいてる。ここの中汗。唇の色もないし、あんまり。イコタイムぶりありがとうございます。今日のイコタイムはですね、はなちゃんと2人でした。イエーイ。イコラムーンピックは、金魚すくいでした。金魚すくい、なんか最初はよりさんが31個って言ってたから、そんなすくえんのって思ってて、そうで勝手に時間制限があると思ってたけど、時間制限なくて破けるまでだったから、1個ずつやってたらいっぱい取れました。73だったかな。イエーイ。コラボピック、でもあと何人だ今。まだ前半ですよね。あと2、4、6人もやるから、全然抜かされちゃうかもしれないなって思った。後半の方がなんかここ抜かそうっていうのあるじゃないですか。まあ、破れた終わりなんですけど。ペンタレさん、パチパチパチ。ひろたんさん、お疲れ、ありがとうございます。そう、すごい楽しかったです。金魚すくいは全然やったことないです。本当にちっちゃい時に金魚でやったことあるかなレベル。スーパーボールすくいを何回かやったことあるかなぐらいです。から全然得意じゃないんですけど。ちさちゃん、ひまわり、ありがとうございます。ササパンダさん、トントイヒロシさん、電球ソーダ、ありがとうございます。そう、一回やらない判断したがさすがに抜けない説。そう、一回でいいですかって言われて、はいってなりました。そう、でも最初からもう1匹ずつやってたらなんかもっと取れる気がする。言わないでおこう。みんなには内緒にしとこうね。ヨーヨーもねちぎれそう。行かれた時間ね、やばそう。マヌルネコさん、ひまわり、ありがとうございます。そう、その後はそう、今は暫定1位。 そう、その後はあの僕らの制服クリスマス演奏会みたいなのがあって、それをしました。楽譜ないと思ってて、そう、みんな結構放送事項みたいなの書いてあったから、あのこのショールームのコメントで、そうだからやばいのかなって思ったけど、楽譜なしかと思ってたんですよ。だからだけど楽譜あったから、そう全然できた。ちょこちょこミスしてるけど、なんかやっぱ久々に楽譜を見たなって感じだった。10年間ピアノ習ってたけど、そう久々に見た楽譜を。そうなんだ。リサも音符読めるんじゃないですか。リサかキアラちゃん音符読めると思う。どっちか。事故ってなかった、よかった。ピアノ初披露、イコラブになってから初じゃないかな。ねえ、
器用ありがとうございます。全然です嬉しい。鍵盤は足りないと思ったら勝手に私ドまでしかなかったんですけど、レだと思ってないなって思ったけどシだったもうね、久々に楽譜見て弾いたからなんかあれだった、なまってるなって思った、慣れてなかった目が、なんかそういうのあるんだって思ったそう、意外とエコラブピアノ習ってた子多いと思う、多分だけど。堀丸ゆうきさんお疲れありがとうございます。お疲れって変わった。ひねちゃんキュンキュンありがとうございます家にピアノありますそう、楽譜の読み方はなんかミとソのところが間違えたってなった、何回も、これはミだ、あこれはソだってなってた、間違えたってなってたね。そう、ヤマトさんお疲れありがとうございますね、新しいお疲れだね、周りもありがとうございます。こんばんは、トッキーさんこんばんは。ピアノ配信はダメだって言われてたけど、初期の頃なんかやってもバンされなそうだけどねギターやだって、のんちゃんとかギターやってる時ありましたよね、わかんないけど、ね、えなんか一曲めっちゃ弾けるの欲しいなって思う。弾けてたはあるんですけど忘れちゃってるから、グランドピアノじゃないけどね習ってたから、10年習ってたらピアノ持ってますよか、楽器がダメって言われてた、ヘアピアノこれだったらいいのかな、あのこれピアノ、あこれ音鳴らない、こういうやつ、携帯のやつ、これだったらいいのかな、わかんないけどケトゥさんキュンキュン、ヤヒラさんキュンキュン、ありがとうございます。これはダメなのかな、わかんないわからないですねヒロさんお疲れ、なあちゃんかわいい、ありがとうございます。大音量ではやらないでおくっていうさっき楽譜見たからね、そうできたフ最初と違う、確かにオーディションの時は OK だったけど、あダメなんだって思った。そう、楽しかった、事故らなくてよかった、事故ってなかったですよね、大丈夫かな、わかんないからいいやサビが分かった、君に言うと思ったんだ
こだけそこだけ楽譜見たか覚えてる。さあちゃんキューキュンキュン、ありがとうございます。みやひろさんキュンキュンキュン、ひろあつさんトントイ、ありがとうございます。他も見たけど忘れちゃった忘れてしまった。でもなんかピアノやるときはやっぱずっと楽譜見てんだなって思った。自分が途中で意識戻ったときに無心で弾いてて意識戻ったときになんかあの鍵盤は見てなかったなって思った。トイさん、だるまー、ありがとう。だるまヤッシーさん、ひまわり、ありがとうございます。多分そうだった。パンは、ありがとうございます。オンさん、ありがとうございます。そう、途中なんか読めなくてもなんとなく弾けてたとこあったからまだ覚えてるんだなって思った。中3までだったからね。高校1年生の5月まででやめた。6月からはイコラブのレッスンがあったから。そう体、うん、鍵盤が大体どこにあるみたいなのは分かる。まあでも幅が違うからね鍵盤の。そう、楽も読め、まあ、なんとなくは多分読めるけど、なんか流れで弾けてたのがすぐ「み」とか分かってたのが「あっみぞあってなった時なってた。楽譜は譜面って言ったら分かるヘイブンさん、ひまわり、ヤヒロさん、キューキューキュー、ありがとうございます。絶対音感は持ってない、全然弾けない。絶対音感あったらもっと歌うまいと思う。絶対音感欲しいね先週まで楽譜なかったんですか。楽譜が読めなかったのかな。あ、でもキアラちゃんとアンちゃんだったか。全然か。ミヤヒロさん、キューありがとうございます。作曲する予定はないです音楽は好きだった、好きではあった。楽譜はあったんだ。あ、読めなかったのか。読めそうだけどね。キャラちゃんも習ってなかったのか。じゃあリサが読めるか読めないかですかね次は音楽は聴く専門です面白い。事故だった。ひでちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。でも楽しかった。明日リサの誕生日ですよ。22歳。リサちゃん、おめでとう。あ、明日はでも配信できないかもしれないから、おめでとう。明日は YouTube の生配信があります。待って、時間が見えない。よいしょ。10時ぐらいに終わろうかなとか思ったりしてます。何時から、私何時からやってますか？これ自分で見れないの、あれだね。何時からやってますか？半ぐらいからやってるはず。生配信楽しみ。31分、ありがとうございます。だいたい30分ぐらいで終わろうかなと思います。あ、6日連続配信1週間にはならなかった。あ、でもこれプラス1だから、まあ1週間はやってるけど1週間にはならなかったね。明日は YouTube 見てください。あとイコノイチャンネルの公式 Twitter ができましたので皆さんぜひチェックしてください。フォローしてください。よろしくお願いします。なんか明日のプレゼント企画があるみたいで、ハッシュタグなんとかつけてイコノイ生放送みたいなのつけてフォローし、イコノイチャンネルフォローしてそのハッシュタグをつけてたら放送中に当選発表があるらしい。フォローしてありがとうございます。
そうなので皆さんぜひチェックしてください。そしてリツイートしてください。フォロー外したら当たっても DM 送れなくなっちゃったりするかもしれないので注意です。なので感想をつぶやくんだ。ぜひ当ててください。なんだっけ、サインボードみたいなのが当たるんでしたっけ。ごめんなさい、なんだっけ、ちょっとしか帰りにちょっと見ただけなんだよな。今日はやらなきゃいけないことがあるので焦っております。このアカウントをフォローしてこのハッシュタグイコノイ生放送やって抽選で1名様にイコールラブメンバーサイン入り限定フリップ、もう1名様にノイミーのメンバーサイン入り限定フリップです。2名様当ててください。ストーリーにあげてたウェハース美味しかった、きなこ味、あのあれで買ったって言ってたやつ、プチクマみたいな。仕事は終わる時間だ、今日も燃え尽きだ。そう、それ買ってたやつ、珍しいのあったから買ったって前に言ったやつ。そう、100円より安いと思う。70いくらだったかな。ひろしさん、ひまわり祭りありがとうございます。応募しなかったら当たんない、うん、なんか外れたか、外れたら何があるってわけじゃないので、ぜひリツイートしてみてください。カップです。くず切りレモネードなかなかローソンで出会えない、私もまだ出会ってない。ピンピンパーン、カップおやすみなさい。毎日配信見てるとクロクマのセリフ覚えちゃう。いやまだまだですよ、まだまだ。朝起きるとこあんま見てないですよね、まだまだ。レパートリー多いんですけどなかなか出ないですね、時間帯によってとかは。達幸さん、ひまわりありがとうございます。起きるところは12時に配信しないと見れないですね。です、今日は髪型をちょっと変えてみた。髪型をね、髪型をパッツンにして、まず前髪を、で最初こうだったんですけど、でベレー帽だったんですけど、なんか嫌だなと思って触覚を出してみた。このね、この短めの触覚を出してみてパッツンでベレー帽だった。髪型がちょっと違った。あとメイクは久々にちょっとピンクっぽいメイクにしてみました。イエイ。前髪パッツン切ったからね、パッツンできるんですよ。イエーイ。ヘイブンさん、かわいい、ありがとうございます。アイラインは割と濃いかも、でも太くはないかも。目尻の方はちょっと濃いけど。割といい感じにできた。まつげもバッチリ上がってる。最近茶色のアイメイクだったから、そう、黒だから余計に目って感じ。キラキラは昨日なんか浴衣の時になんかキラキラさせたいなと思ってキラキラさせた、キラキラのアイライナーみたいなものがあるので、それでやった。いい感じ。今もつさん、ひまわり、ペンペンさん、かわいい、ありがとうございます。目のドアップスコいかがでしょう。
おめめ、ほらメイク覚えてください、こんな感じまあキラキラはしてるけど、あそこまでこの写真で写んないキラキラ。ペンペンさん可愛い、ありがとうございますストーリーのねキラキラね、それよりか全然薄いけど、もっとラメが大粒なのをつけてたからね。まつげ今日いい感じなんですよ、嬉しい嬉しいです。今日の目結構好き、明日も盛れますように眉毛がいい、眉毛もうまくいった、今日見えてなかったけど。おもちさんキュンキュン、ケトゥさんかわいい、ありがとうございます。次バシバシイエイ、マツパをかけてないけど上がってる、今日はいい感じ。まつげの調子って何で変わるの？ビューラー、ビューラーで変わります。とあとマスカラ、マスカラが茶色だとあんまりまつげって感じじゃないんですけど、薄めになるので。だけどアイラインが黒でマスカラも黒だから今日は目って感じになってる。明日も黒でいこうと思う。一人の時は茶色でもいいかなって思うけど、やっぱ何人かいると目っていう感じの方がいいかなって思ったりする。それはもうその時の気分だけど。マドル猫さんひまわりありがとうございます今日22時までにしようか、22時になったらランキング読んで終わりたいと思います。あーそう、一つ目小僧めめっちゃ面白かった。あと一本もんめ一旦もめん、どっちだっけ、分かんなくなっちゃった。ツボ入りそうになったっていうか、もうほぼ入ってたけど長引かないで済んだあれをリピートしちゃうと、なんか何回もそこを読んだりとか思い出しちゃうとなんか笑っちゃうんですよね。雪団子さん音符ありがとうございます。面白かったですよね本当に。しかもなんかこうなんていうの、パッて書いてそれなのが面白いし、2つもあるし雪団子さんひまわり、ひろしさん祭りありがとうございます。めっちゃ面白かった、めっちゃ面白かったよね今日めっちゃ笑ってる、本当にずっと笑ってた、面白いね。天然なのかな、面白い、めっちゃ面白いって思った。ねねさんひまわり、ひでちゃんキュンキュンありがとうございます。パッと書ける、多分その時は合ってると思って後から見直したら間違ってたって感じだと思う面白い。タイムでツボショコは初かな、わかんない、ずっと笑ってるから。鬼太郎知らない、鬼太郎はわかんないな。いいよもらった、なんか小何幼稚園児が書くカタカナみたいな感じね、逆になっちゃってんの雪団子さんアイス、ヘイブンさんキュンキュンありがとうございます。あ、キタロウか、ゲゲゲのキタロウ、キタロウは知ってる。え、キタロウって、え、キタロウって妖怪なんですか、それはアニメじゃなくて、こういうやつですよね、おいキタロウってやつてるけど、え、それも妖怪なんですか、あの猫娘って書いた時に鬼太郎は思いついたんですけど、あれはアニメだなって思ってた。本当の名前、妖怪の目玉おやじも妖怪千葉
ーニョンって書けばよかった面白い。知ってるけど鬼太郎って鬼太郎鬼太郎じゃないこれ、鬼太郎とも読めるあんま鬼太郎って言わないからねあ、猫娘もアニメ、なんかアニメの名前もそうだけど、それも妖怪の一人かと思ってた。難しいね。テッシーさん、かわいい、ありがとうございます。あの傘の片足のやつ何でしたっけ。傘かきみたいな着てたけど覚えてないカラカサだ。もう全然出てこなくて、あれが妖怪っていうのは分かるんですけど全然出てこなかったそう、名前が出てこなかった。一番最初にそれ思い浮かんでるんですけど全然出てこなかった。ネッシーは何ですか、未確認生物昨日か一昨日にトマトにケサランパサランがついてた そう、ふわふわのやつ。え、 UMA って何、馬ケサランパサランね、ついてたんですよ。見てほしい。ユーマってわかんない。ユーマって何ですか。ケサランパサランついてたのすごくないですか。え、どこだっけこれ。ケサランパサランですよねこれ。違う、ねえ、未確認生物で思いついた、思い出した。でもこれ言わない方がいいんですよね、言っちゃったけど。サランパサランついてたのいいことあるかなタンパポじゃない、綿毛はもうちょっとパッって感じじゃないですか。嬉しい、今度ストーリー載せようナウじゃない、なんかケサランパサランじゃなかったら恥ずかしいなと思ってショールームで一旦確認するっていう。植物なのか生物なのかはなんか五分五分らしいですストーリーは結構自由だから。あ、今日山の日ですよ皆さん、山の日。あとでストーリー載せよう写真、山の日。今年は11じゃなくて10日ですということで、そろそろ終わろうかなと思います。あ、なんかすごい感じになっちゃったヘイブンさん、キュンキュンありがとうございます。今だから山通りした今日誕生日でした、おめでとうございます。たつゆきさん、人生で最初で最後の山の日かな、違う、わかんないけど山の日は山を褒めたたえる日わかんないわかんない、山を楽しもうっていう日かな。ケンパちゃん、キュンキュンありがとうございます。ということで、そろそろ終わろうかなと思います。ということで、青菜炒めさん、かわいい、ありがとうございます。ランキング見ます。ちょっと一旦目が乾燥してる、いきます。13位ももきゅんさん、12位ゆきだんごさん、11位たけちゃさん、10位やまにゃんさん、9位ゆまままんさん、8位メリダさん、7位マリファナさん、6位よしぼうさん、5位みやひろさん、4位たつゆきさん、3位ぺんぺんさん、2位ちさん、変わった。13位やまにゃんさん、12位ゆまままんさん、11位メリダさん、10位マリファナさん、9位よしぼうさん、8位みやひろさん、7位たつゆきさん、
6位笹パンダさん、5位ペンペンさん、4位ちさちゃん、3位ねねさん、2位ゆきだんごさん、1位ひろしさんです。ありがとうございます。2列目たけちゃんさん、ももきゅんさん、かけふさん、なっそんさん、けんよんぱちさん、トッキーさん、せいたさん、NZさん、ヘイブンさん、ララさん、けんけんぱさん、トイさん、もつさん、としさん、ゆうひろさん、ひろたんさん、ナイメロさん、ケロヨンさん、おかちゃん、いのちさん、なおくん、てるんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。すっごい目が乾燥してる。大丈夫。ということでそろそろ終わろうかなと思いまーす。今日はイコタイム見てくださった皆さんありがとうございました。とても楽しかったです。今日はとても楽しい一日になりました。今日もかということで、ゲリラだったんですけど1417人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、たくさんのコメントありがとうございます。それでは終わろうかなと思います。最後におめめありがとうございました。皆さん明日はリサの誕生日ですよ。お祝いしましょうね。バイバーイ。感謝ありがとうございました。おやすみなさーい。ツイートはします。インスタも取り上げます。インスタも投稿したのでよかったら見てください。珍しい髪型してます。コメントリプも読んでます。バイバーイ。